こんにちは、110周年ずっとよろしく豊橋。こんにちは、豊橋市資源化センター石井です。暑い日が続きますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。後ろにあるチップなんですが、こちら豊橋市資源化センターで作られた選定チップになります。選定チップなんですが、1袋20円で販売しております。ガーデニングや、雑草を抑えるなどに最適です。もしよろしければ皆さん選定チップをご利用ください。それではプレミアムナイトガーデンの様子をご覧ください。ライトアップされた中、真夏の夜のノンホイパークを楽しむことができるプレミアムナイトガーデンが8月6日土曜日から始まり、初日から多くの人でにぎわいました。動物園エリアでは極地動物館、ゾウ舎、猿山、アフリカ園などの一部の動物を見ることができました。今年からアフリカ園のマンドリルやペリカン、エランドなども見ることができるようになり、来園者は昼には見ることができない動物の生態をじっくりと観察していました。また飼育員によるガイドも行われました。ゾウ舎では飼育員からアジアゾウの特徴についてや歯の本数などの話がありました。また来園者が実際にゾウの歯に触れて観察しました。遊園地エリアでは大観覧車や子ども汽車、ノンホイコースターなど9つの遊具が乗り放題となり、子どもたちは何度も列に並んでは遊具を楽しんでいました。そして今年プレミアムナイトガーデンに初登場したのはプロジェクションマッピングです。テーマは命のイルミネーション。高さ50メートルの展望塔に動物や植物、恐竜などの映像が映し出されました。他にも自然史博物館前には光の噴水が登場しました。イルミネーションで彩られた噴水は普段とは一味違った幻想的な雰囲気を醸し出していました。さらに毎年人気の星空グルメガーデンも規模を拡大し、うずらの焼き鳥や焼きそばなどのご当地グルメが並びました。来園者は普段とは一味違う雰囲気の夜のノンホイパークで美味しいグルメを存分に味わっていました。楽しい。乗り物乗ったジェットコースター。どうだった？楽しかった。最高。ノンホイパークでは市政110周年を記念いたしまして、プレミアムナイトガーデンを今年の夏行います。まず大きな目玉といたしまして、こちらのですね、展望塔に映し出されるプロジェクションマッピング、これはかなりの見ものとなっておりますので、ぜひこちらをですね、ご来園いただきまして皆様にご覧いただきたいと思います。またその他にも、昨年の秋から動物エリアを拡大しております。今までの、夜行性動物やシロサイ、またシマウマなどに加えまして、ホッキョクグマ、ペンギン、アザラシ、ニホンザル、アジアゾウもご覧いただけるようになっております。また昨年の夏から行っておりますハムスターボール、とても大人気のアトラクションですが、こちらも1回500円で体験することができますので、ぜひ皆様、ご家族、総出でお越しいただければと思います。夜の動植物公園は普段と違った楽しさや発見がありますね。続いては街中図書館シンポジウムの様子をご覧ください。8月6日土曜日、明宝ビルで今後の市街地再開発事業の目玉の一つとされる街中図書館についてのシンポジウムが開催されました。会場入り口にはイメージ図も展示され、
訪れた人たちの関心を集めました。開会にあたって佐原浩一豊橋市長は、豊橋らしい図書館作りに向けたワンステップにしたいと語り、シンポジウムの成果に期待を寄せました。はい、今回町中図書館かっこ仮称シンポジウムを、開催した理由としまして、広く、町中図書館の理念だったりとか目指している方向性を市民の方々に、お知らせしたいという思いと、今回全国的に活動されている有名な方々をお呼びして、そちら町中図書館の参考になるような事例ですとか活動を紹介していただくことで、町中図書館に対してもっと積極的に絡んでいってほしいという市の思いがありまして、このような形でシンポジウムを開催する運びとなりました。はい、シンポジウムでは基調講演とパネルディスカッションを行いました。基調講演では長野県の小布施町立図書館町図書テラサの初代館長を務めた花井雄一郎さんにお話をいただきました。大学生や高校生などの市民の方の参加が重要であるということをお話しいただいたほか、住民参加の大切さなどを学ぶことができました。はい、続いて行われたパネルディスカッションでは、基調講演をしていただいた花井雄一郎さんをモデレーターとして招き、パネルディスカッションのパネリストとして中村邦夫さんと小泉久美子さんと本市の教育部次長金子久夫をパネリストとして招きました。はい、中村邦夫さんは東京の荻窪にあるブックカフェ6次元の店主、また2人目小泉さんは京都府立図書館の秘書たちで結成された秘書グループ秘書マロ班の代表の方です。どんな図書館ができるかっていうのは全て市民の方たちに力だと思うんですね。図書館を育てていくっていうのがすごく重要で、図書館を建ててもらうではない、自分たちが育てていくんだっていうことをやっぱり意識していただいて、今回いろんなパネリストの方がいろんな図書館の使い方っていうのを見せていただいたんで、将来こういうふうに使うんだ、ああいうふうに使うんだっていうのがちょっと見えてですね、町中図書館がこういうふうになるのかってすごい楽しみにしております。はい、町中図書館整備推進室として、今年度新しくワークショップや、PR イベントの方を取り組んでいこうと考えております。多くの方の参加をお待ちしております。明豊ビルで行われた町中図書館シンポジウムでした。図書館の目指す方向性や果たす役割についてみんなで考える機会となりました。町中図書館を通じて豊橋が活性化するといいですね。続いてはお盆期間中ゴミの臨時持ち込み場所の開設についてご案内します。お盆期間中の資源化センターへのゴミの搬入は大変混雑します。資源化センター周辺道路の渋滞緩和のため、家庭から出る多量のゴミについては臨時持ち込み場所を設けます。なおステーション収集は通常通り行います。ゴミ袋1袋から5袋程度の家庭ゴミはできるだけゴミ収集日に地域のゴミステーションに持ち出してください。臨時持ち込み場所への持ち込み可能なゴミの種類や持ち込み可能日などはそれぞれ異なります。詳しくは広報豊橋8月1日号7ページをご覧ください。今後もゴミ出しマナーの徹底をよろしくお願いします。今週の豊橋ナウいかがでしたか。来週もお楽しみに。バイバイ。こんにちは。110周年ずっとよろしく豊橋。